艇による水難救助訓練を実施いたします。ヘリコプターが飛来してまいりますので、風向きによりましてはヘリコプターから吹き下ろす風により帽子が飛ばされたり、水しぶきが会場まで届いてしまう場合もございますので、見学の際はご注意くださいますようお願いいたします。はい、すごい水しぶきが来るぐらい、はい、もしかすると要救助者とともに釣り上げられ、機内に収容、そして医療機関へ搬送するといった、やられたりとか、リンコンパークの方でやられたりとか、はい、で今日はこの横浜港を目の前に、もう何なら横浜港貸し切りということになりますが、もうほぼそういう状態ですね。風もあのヘリコプター味方をしているような風の吹き方でございますね、はい、で、今日は確実に100点満点で、救助していただけると、はい、ね、安心して見ていただきたいな、はい、集まってきて、はい、研修で停止をしてくれます。あの方はどういう装備をしているか簡単に言いますと、水難の救助になりますので、はい、まあ、それに対応できる、まあ、道具は一つ分かっておりますね。でもね、あの方も大変とか、あの方も気をつけなければならないですよね、一番。そうですね、あのヘリコプターでも普通の仕事でも、あの航行している団員は全てに当たられています。そうですよね、あれだけ虫が出るけど、消防局の主力の、消防局の人たちになります。そして今その横浜に降りようとしております浜千鳥に、それから降下した隊員が降りようとしております。あれでですね、20メートルか30メートルぐらい近いですよね。これもあの育ちのですね、気温ですとか風向きとか、そういうようなことで高さもそれでも必要なので、ね、あ、本日ね、あ、今横浜に着きました。あ、そうですね、どうしてくれるんですか。これでですね、はい、横ギリギリになかなか見れないですから。いや本当に、でも僕らから、はい、皆さんに大きな拍手を送りください。はい、続きましては横浜市消防局横浜海上保安部による展示放水です。今年も昨年に引き続き合同訓練となります。中
見られることではないんですよね。これは皆様楽しみにしていてくださいね。はい、分かりづらいです後でまたねその説明はさせてもらいます、はいはい、さあそして一方飛龍の方は、はい、普通の船とはちょっと変わった形をしてますね。はい、左側ですね。はい、船が2隻くっついたような形ですね。この形を双胴船と言います。はい、全長は 35.1m、 重量は280トン、最高時速は14ノット。皆さんノットって言われてもよくわからないですよね。はい、船や飛行機で使われるスピードの単位なのですが、1ノット時速 1.852km なんです。ああ、勉強になりますね。ご存知でしたか？知らなかった、はい、そうですよね、初めて知った。まあ水をかけるのが放水だから、はい、はい、そうですね。その水をかけるだけで、はい、あ、今始まりましたね。はい、始まりました。始まりました。皆さんご覧ください。はい、まずですね、すごい、この放水が基本の放水。はい、基本の放水浄水兵です。ね、だから分かりやすく調べてくれました。皆さんのお家にあるお風呂、はい、240杯分なんです。はい、約8ヶ月分。8ヶ月、今日、今年の1月から、はい、大体今ぐらいにかけて、そうですね、毎日お風呂入った量の水を、はい、1分間に放水できるという。すごいですね。これ皆さん、水道代もったいないとか思わないでくださいね。海水を汲み上げて放水している。まあ言わなくてもあれと思いますけどね、エコです。そしてすごいですね。すごいことですよね。一気に火も消えちゃいます。それはもうね、ただ、まあ、消すどのくらいかって言いますと、はい、皆さん、25mプール分かります。放水、まさに、はい、海面に、さっきは上向きだったり、ね、はい、水平にやってたけども、はい、放水してたけども、はい、これはご覧の通り海面に向けて、どちらかというと下向きですね。そうですね、下向きに向けて放水しているという、はい、状況になっております。はい、すごい努力ですね。はい、まあこれもですね、膨大な海水を一気に吸い上げ、はい、そしてこれがですね、海面を放水という手法だそうで、はい、だからもしかするとさ、一点を集中して放水している、一点集中放水だそうです。すごい勢いですね。横浜海上保安部と横浜、パトカーはなかなか今日は見せれないみたいですけどねパトカーは追っかけるさ、ちょっと広がりすぎじゃないのかな、これ。すごいですね、広がりすぎなんじゃない。合図の通り扇形放水です。ちょっと圧巻ですね、はい、すごいですね、手の空いてる方は拍手。すごい、ね、これはまたすごいな。これはやっぱり広い範囲をあれでしょうね、消火する。私今気を使ってですね、これはやっぱり広い範囲を消す放水ですかって言ったら、今消防の方が、いや、これは見せる放水ですってこれはあくまでもショーのための放水だそうですよ、皆さん。だから今日はスパークリングバラバラに動かすこともできるみたいですね。はい、ゆりちゃん、でもこれ高さすごいし、はい、これ高さもすごいしさ、横にもすごいしさ、はい、この水しぶきのなんかこう広がり方がなんかに見えません？センス？センスにも見えるね。あ、白鳥に見えます。そう、皆さん白鳥に見えませんか？はい、さあそこでですね、今回のこのイベントのスタッフは素晴らしいですよ。こんな音用意しました。どうぞ。最大20m、飛龍は27mの高さまで伸びることができるそうです。はい。27メートルとはビルでいうと10階建てに相当する。あ、なるほど。皆さん、はい、このさあ、このまま、2隻の船が旋回いたします。素晴らしいですね、はい、このような特殊な船は普通の船とは違った動きができるんですね、はい。飛龍には7機装備されているんですが、放水距離は 100m、 横浜には6機
の放水砲が整備されていて、放水距離は120メートルだそうです。どちらの消防艇もすごい距離ですね。すごい近い。あの右側にいるあのマリフルーズかな、なんだろうな、あの人たち美味しいよね。本当ですね。さあ皆さんちょっと気づきませんか、飛龍の方から放水が止まりました。今消防と海上保安部の方からこれ言ってくれと言われました。トラブルです。これ言ってまずいのかなと思ったんですけど、ぜひ言ってくださいと。ちょっとしたトラブルで今放水ができなくなっております。その分、はい、横浜がいつもより放水しております。あ、と言ったら終わりました。この横浜の放水が終わったのは時間通りの終わりでございますのでね、はい。というわけでございまして、皆さんいかがでしたでしょうか。一生懸命やってくれて横浜と、はい、ちょっと今日は少し、はい、先ほどのヘリコプター浜千鳥と同様ですね。あ、今ですね、横浜と飛龍がこのまま旋回して北の空を通ります。そして、あ、今手振ってくれてますね。はい、飛龍の乗組員の皆さんが手を振ってくれてます。皆さん落ち込まなくていいよと手を振ってあげてください。頑張っていただきました。海上保安庁飛龍の、また例によって左の方大きいですね。